これは何でなんでしょうか。スピーカーから爆音で音楽流してる車たまにいると思うんですけれども、あそこから流れてる曲大体ダサいっすよね。なんかすげえモヤモヤする曲ばっかというか、あれな曲ばかりで、しかもなんか爆音にしてる車もなんか車自体もダサいし、なんか乗ってるやつもダサいし、なんでなんですかね、あの現象は何なのかなっていつも思うんですけれども、特に田舎とかでよくいる感じだと思うんですが、あれ何なんでしょうね。ああいう爆音で車で音楽流してるあれでかっこいい曲が流れてることを見たことがないんですよね。もしなんかいやかっこいい曲流してる爆音の車いましたっていうんであれば、目撃情報お願いいたします。はい、で今回の動画なんですけれども、定期的に聴きたくなる懐かしの日本語ラップ7選という形でお送りいたします。本題に入る前にいつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、本当にありがとうございます。メッセージだったりコメント嬉しいです。特にいつもコメントしてくださる方本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですし、ちゃんと一つずつ見逃さずに見てますんで、これからもよろしくお願いいたします。では早速いきます。皆さんたまに昔懐かしの日本産ヒップホップクラシックを聴きたくなる時ないでしょうか。自分はめっちゃあってですね、もう十何年ぶりになんかこの曲聴きてえなみたいなこととか結構あるんですよね。だから最近聴いてなかった昔のクラシックとかをなんかたまにわーべ聴きてーってなって聴いたりする時が結構あります。で今回は個人的にもう定期的に聴き直したくなる日本産ヒップホップ7選ということでご紹介していきます。はい、で注意事項なんですけれども、今回ご紹介する楽曲はあくまで私個人の主観によるセレクトになってますんでご了承ください。あと誰でも知ってる超ベタなセレクトになってますんで、マニアックな曲とかはそんな出てこないと思うんですが、もうほんとクラシックで固めてますんでよろしくお願いいたします。それでは早速いきます。定期的に聴きたくなる日本産ヒップホップその1位なんですけれども、アイスバーンのですね。はい、やっぱこれでしょうということで、はなんでかわかんないんですが、なんか聴きたくなるんですよね。今夏ですけれども、普通に僕真夏でもを聴いてますね。なんかこれなんでなんですかね、すんげえ聴きてみたいな時が出てきて、もう特にこの楽曲に、当時、めっちゃ食らったっていうのもあるんですけれども、なんかハマっちゃうんですよねこの曲。このフォークさんの韻がやばくて、要するに猛吹雪を猛吹雪で超えていく肉打線でテクニック打線っていう、いやこれよくこんなリリックを思いつくなっていうか、を聴いた時のこのフォークさんの韻のこの踏み方にもう超やられちゃいましたね。フォークさんもやばいんですけど、普通に玉露さんとかもやばいし、もうなんていうんですかね、もうアイスバーンやべえなって当時めっちゃなりました。もうめっちゃ聴いてましたね。いやこの曲やっぱ聴きたくなります。でやっぱりこの人元ネタ出してましたね。はい、ヒップホップサンプリング研究チャンネルさんものサンプリングこれ動画出してましたね。はい、この曲ネタがすごいかっこいいんでぜひ聴いてほしいです。はい、で続いてです。定期的に聴き直したくなる日本産ヒップホップその2なんですけれども、ここ東京アークエリアスピートスウォードビッグオダボですね。はい、もうこれなんでなんですかね、突然聴きたくなるんですよねこの曲。いや曲としてすごいかっこいいんですけど、もうほんと思い出補正めっちゃかかってるんでこの曲に関しては、いやなんか数年ぶりに聴きてえなみたいな時がなんか来るんですよね、なんか定期的に。いやここ東京やばいです。いやいわゆる2003ですね。はい、今2023です。もう20年前の楽曲なんですね。やばいです。はい、もう20年経過してるんですけれども、これがあれですね、もう当時の渋谷、20年前の渋谷、2003年の渋谷ハチ公前でございます。あんまりハチ公前って今と変わってないなっていう印象なんですけれども、よく見ると後ろに HMV の看板がありますね。結構前の話ですね。はい、こんな感じだったようです渋谷は。でこれもサンプリング研究チャンネルさんが元ネタ上げてるんで、ぜひ元ネタのチェックもお願いいたします。はい、で次です。定期的に聴き直したくなる日本産ヒップホップその3なんですけれども、こちらでございます。ゲームメーカー Bay4K ということで、Bay4K さんのこの楽曲、いやこれも当時めっちゃ聴きましたね。やばいです。なんかすげえ勇気もらえるんですよねこの曲。 PV も本当にやばくて、なんていうんですかね、いいんすよね、哀愁があって。でこの Bay4K さんの文字が PV に出てくるんですけど、 K のところでこの工場地帯のこのランプが K に光ってるところが映し出されて、なんかここもエモーショナルでいいんすよね。いや本当にこの曲はかっこいいっすね。この曲のファン多いんじゃないでしょうか。はい、でこの曲聴いたのは当時あれですね、世界ウルリン滞在期っていうので中川家の剛さんが練馬ザファッカーに迎え入れられるみたいな、なんか練馬ザファッカーと一緒に生活するみたいな番組があったんですけれども、それ見てもろ影響を受けて Bay4K さんやべえって当時なって、速攻楽曲チェックしましたね。このウルリン滞在期は本当に名番組でしたね。やばいっすこれは。いやー本当に最高です。いやもうしかも DO さんのこの麺聞いた時はもう学校で超真似しましたね、麺を。はい。やばいです。はい。で次ですね。定期的に聞き直したくなる日本産ヒップホップその4なんですけれども、ジブラさんのストリートドリームスですね。いや、これもやばいっす、本当に。今聞くと、ストリートドリームスすげえエモーショナルだなっていう風に思うんですよね。いやこの曲すごいかっこいいんですけど、なんか PV からみなぎってくるこのポジティブさっていうんですか、俺がなんかヒップホップ盛り上げてやるぜみたいな、俺が引っ張ってるぜみたいな、このジブラさんの熱さがもうひしひしと伝わってくる PV で、もう曲とかあと PV こうやって聞き直してみると本当にいいんすよね。で、これ PV で少年が出てくるんですけど、なんかあなたの食料設定に適した本を配布いたしますみたいな感じで、この本が用意されるんですけど、そこでなんかヒップホップの本と出会って、この少年の将来とジブラさんのリリックにあるヒップホップのまあ将来未来とかがもうこの照らし合わせられた PV になっていて、もうそこがすごいいいんすよね。もう本当にヒップホップやっぱ未来暗くなかったっていうことで、もう未来予想図みたいな感じの PV ですね。でこの曲トラックもやばくて、やっぱセロリさんのトラック間違いないですね。本当にかっこいいです。はい、最高です。で続いてです。定期的に聞き直したくなる日本産ヒップホップその5なんですけれども、こちらでございます。ばらまく夜、NCBB ということで、ノースコーストバッドボーイズの名曲ですね。いや、これもいいんですよね。このノースコーストバッドボーイズのばらまく夜は、なんか1年に1回ぐらい猛烈に聴きたくなる時があって、いや、これ昨日も聴いてたんですけど、ばらまく夜。いや、めっちゃやばいっすね、ばらまく夜やっぱ。いやー、もうなんか普通に曲かっこいいっすわ、ばらまく夜。めっちゃ気分を上げてくれるっていうか、もうめっちゃ、なんかもういいんすよね。とにかくほんとうまいこと伝えられないですけど、聞けばわかります。癖になるんですよね。なんかなんでなんですかね。もうとにかくいいんすよ、癖になった感じで。一回聞くとやめられなくて、なんか一回聞いたら2回目も3回目も聞きたくなっちゃって、リピートめっちゃしてますね。はい、ばらまく夜最高っすね。でばらまく夜もいいんですけど、刈り込む夜とかもめっちゃ良くて、あと札幌クラシックとかもう NCBB なんかいいんすよね。で NCBB といえば、自分が高校生の時札幌に行った時にですね、真冬のたぬき工事で一休さんを見かけて、もう一休さん初めて見たんですけど、めっちゃいかつかったですね。当時27ブールバードっていう北斗さんとかがやってた NCBB のショップがあって、そこの目の前で一休さん見たんですけど、うわべ怖えって感じでしたね。いかちーって感じでした。はい。で次です。定期的に聞き直したくなる日本産ヒップホップその6なんですけれども、こちらです。音信不通ということで MSC の名曲ですね。これもなんか聞きたくなるんですよね。なんでなんですかね、これ MSC のもうダークな雰囲気が出てて、もう PV とかもめっちゃ好きだし、曲も普通にめっちゃかっこよくて好きっすね。なんか MSC を初めて聞いた時に、やべえなんかすげえ怖い人たちだなとか思ってですね、なんかもう曲からそれが伝わってきますよね。で自分は初めてカンさんをライブで見た時に、本人初めて見て、もうめっちゃ怖え、めっちゃいかついなと思ってですね、10年前ぐらいでしたかね、十何年前とかにカンさん初めて見て、そう予想通りだなって思ってはい、今なんかすげえチャーミングになってますけど、当時はマジで怖かったですからね。はい、この MSC の音信不通の中で、この NOE っていう人が言ってるこのブラック除霊で育ったオレっていうのがなんかすごい未だに耳に残ってるんですよね。これなんて言ってるのかわかんないですけど、ブラック除霊で育ったオレっていうのがなんか正確な歌詞はわかんないんですけど、なんかここがやったら自分の中で記憶に残ってますね。はいって感じでした。で最後ですね。定期的に聞き直したくなる日本産ヒップホップその7なんですけれども、こちらです。ムロさんのチェーンリアクションですね。もうこれはやばいっすね。もうこれ最高、この曲は本当に最高です。反則級にやばい曲で、もうこれに関してはもうフィーチャリングで入ってる人たちが豪華すぎてやばいっていうのもあるんですけど、もう本当になんか PV もやばいし、もうムロさんの存在感もやばいし、最高っすね。もう特に PV っすよね、やばいの。もういきなりこのカザールが出てくるっていう、カザールを手にするムロさん、これ見て超影響受けました。カザール超欲しいってなりましたね。であとこの PV の前半に出てくる渋谷宇田川町回想シーンみたいな感じのところで、サベージの看板出てくるところも熱いっすね。はい。で、このレコードケースですね。最後、ムロさんが運び出してるレコードケース、このビームスのステッカー貼ってるやつ。これも超憧れましたね。なんだこれみたいになりましたね。かっこよすぎます。はい。で、個人的にこの楽曲の一番の聴きどころは、やっぱり7番目のアトラクションですね。Goatexさんの登場シーンですね。ここはかっこよすぎて。なんかもう7番目のアトラクションって、個人的にもう日本のヒップホップの中でパンチラインベスト10には確実に入ってますね。7番目のアトラクション。いやーやばいっすね。いやー最高っすね。はい、でこのチェーンリアクションなんですけど、このリアクションリミックスっていうのもあって、この PV のエンディングで、ね、流れてくる曲なんですが、こっちもやばいっすよね。というかこっちの方がかっこいいんじゃないかぐらいのところはありますけどね、リミックスが本って食っちゃってんじゃないかみたいな感じはします。やばいです。はい、ということで今回は聞き直したくなる日本語ラップ7選という形でお送りしました。今回の動画は以上です。ありがとうございました。恒例の最後の一言なんですけれども、なんかこのレコードが探してるんですけど、意外と見つかりそうで見つかんないんですよね。このラスコの What's Happened to the Game っていう、これマルコ・ポーロプロデュースで、もう結構もうだいぶ前に出たやつですけど、なんか売ってそうで売ってないんですよね。これ持ってないんで買おうと思います。でも売ってるところが全然ないっていう。はい、以上でした。